こんにちは、三蔵です。今回は国葬についてお話しします。応援演説中の襲撃事件で命を落とした安倍晋三元総理の葬儀が国葬で行われると報道され、注目を集めていますね。あまり馴染みのない言葉なだけに、そもそも国葬とは何ぞや、費用ってどれぐらいかかるの、私ら国民にも影響があるのかと疑問に感じている方も多いんじゃないでしょうか。そのあたりを簡単に説明しますので、ぜひ最後までご覧くださいね。国葬とは、国家への功労者が亡くなった時、国の儀式として行われる葬儀のことを国葬と言います。かかる費用は全て国が負担、時の政府が主催、つまり国が喪主になるというわけですが、国葬が行われるようになったのは明治時代以降です。大正15年に国葬令という法律ができて、国に貢献した皇族や政府関係者の葬儀を国葬という形で執り行っていたそうです。太平洋戦争が終わって、その国葬令が廃止になると、一部の例外を除いて国葬はなくなりました。その代わり、国民葬とか合同葬っていう名前で、国と政党などが合同で行うようになったんです。名前は違うけど、国民葬も合同葬も同じじゃないのと思った、そこのあなた、次はそんな疑問を解消していきましょう。国葬と国民葬、合同葬の大きな違いは、葬儀にかかるお金を全て国費で賄うか、一部だけ国が負担するかという点。さっきもお話した通り、国葬という形になると全額国費から出すことになるんですね。葬儀費用を全部国が負担するとなれば、わてら国民が納めている税金がいっぱい使われるってこと。そうなると、国葬に賛否両論出てくるのも頷けますね。国葬に関連する一連の報道を通して反対の声が上がっているのは、きっと皆さんテレビとかでご存知ですよね。ここからは反対する理由を見ていきましょう。戦後、国葬が行われたのは吉田茂元総理ただ一人、国民葬も佐藤栄作元総理だけ。それ以降、元総理の葬儀は合同葬という形が取られています。直近で行われたのは令和2年、中曽根康弘元総理の合同葬で、その時にかかった費用はなんと1億9300万円。いくら自民党と折半するとはいえ、1億円近い費用が国費というからびっくりですね。それが今回のような国葬となると、2億円近い費用を全て国から支払うってことですね。コロナ禍が続き、経済的に苦しいご家庭が増えている今、こんなに多額の税金が使われるとなれば、反対する人が多いのも納得です。今回の場合に限って言うと、不幸な事件が発端となっていることから、個人の業績が取り歩きしている感が否めません。民主主義の日本では、個人の業績を称えるのも自由、それに異論を唱えるのも自由、言論の自由が保障されていなければいけないんですよね。一部の人が不安に感じているのは、個人の功績を認めないと周囲に非難される可能性があるってこと。国葬の当日に冥福をお祈りしないと白い目で見られるんじゃないかって不安。国葬を全国民に納得させるのは無理でも、個人の意思が尊重されるという我が国の民主主義の原点だけは絶対に忘れたらいけません。国が喪主を務める国葬がどの宗教になるのかも気になるところでしょう。結論から言うと、日本で行われる国葬は無宗教。明治大正時代は神式あったらしいんですが、太平洋戦争の後は政教分離が原則、宗教的な要素を取り払った無宗教葬儀になるんです。ちなみに、無宗教葬儀っていうのは、私ら僧侶といって宗教者による読経や説教のない自由な形式のことです。読経の代わりに個人の好きな音楽を流したり、朝貢の代替として献花の時間を設けたり、
いろんな見送り方ができます。安倍元総理の場合はどんなスタイルになるんでしょうね。総領が参加できないなんてちょっと残念よね。今のところ公表はされていないみたいです。一国民としてだけじゃなく宗教者としてもちょっと興味をそそられます。ついでと言っちゃなんですが、今回話題に上っている国葬は9月の27日火曜日平日に行われるとか、学校や会社が休みになる可能性は低く、お寺国民が何か特別なことをするということはなさそうです。心からお祈りさせていただきます。今回は最近よく耳にする国葬をテーマに取り上げました。日本では起こり得ないと思っていた物騒なことが現実となり、皆さんもいろいろと思うところがあると思います。国葬もきっとその一つ、賛成やら反対やらといった世の中の風潮に流されず、自分の心を見つめ直すきっかけになるかもしれません。でも個人を痛む心は忘れないでくださいね。今回の動画でなんとなくでも国葬のイメージをつかんでいただけたなら、三蔵も嬉しゅうございます。なまんだ。これからも葬儀にまつわる知識を中心に、皆様の疑問の解消や日々の暮らしに役立つ情報を短く分かりやすく発信していきます。この動画が少しでも役に立ったという方は、ご評価、チャンネル登録をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。